個性的な強い選手に見られる、まあ、特徴かなと。左の肘が内を向いたまま、左手が消屈しているそうですね。ことがわかると思います。皆様こんにちは、ワールドワイドゴルフプロコーチの原陳でございます。今回はですね、メジャー3勝、今年は4年ぶりの優勝で、調子を取り戻してきたジョーダン・スピース選手の、スイング解析をしていきたいと思います。まずは、スイングを通して、見てみましょう。まあ、非常に特徴的なリズムスイングなんですけれども、フォロースルーサイドの、左サイドの使い方を見てみると、左への引っ掛けは出ないような、スイングに見えます。これがまあ彼の強みなんではないかなと、個人的には思います。はい、それでは早速、スイングを深掘りしまして、スローモーションにて、解説していきます。アドレスを見てみますとですね、右目でですね、ボールの右半面を見るような形で、背軸がですね、10度から15度ぐらいここですね、傾いていることがわかると思います。はい、こうすることでアイアンと同じようなスイングでも、アッパー軌道をですね、自然に作ることができまして、ボールに浮力を与えることができるんですね。まあ、アイアンとドライバーが噛み合わない方だったり、ドライバーが上がらない人は、ぜひこのアドレスを参考にしてみてください。次に、スイングを始める前のですね、所作に着目してみますと、まず最初にこの目標方向にですね、ここ見てもらうと分かるように、手の動きがですね、目標方向にこう動く動き、これフォワードプレスっていう動きなんですけれども、この動きが入っていますと、はい、入ってますよね。ここでククッと入ってます。でこれと同時にですね、左の骨盤も見てもらうと、ここで、クッと入ってくると思うんですよね。こうやってかかとにこう踏むような動きでクッと入ってくると思います。まあ、これはですね、ジョーダン・スピース選手自身が、インパクトをですね、重視するタイプの選手なので、まあ、初めにですね、このフォワードプレスと左骨盤の動きで、理想のインパクトポジションを確認するんですね。このスピース選手特有ので、これを体でもう体現しておいてから、再現性のあるインパクトに向かってバックスイングをしていくと、はい、これでもう、再現性がすごい、インパクトの再現性がそこ上がりますので、はい、もうなんとなくスイングしている人は、どこか変えたい、スイングの箇所を、スイングをする前に、このスペース選手の、フォワードプレスみたいな形の確認作業ですね、確認作業をすると意識づけできて、これ反復性があるスイングとなりますので、効果絶大なので、ぜひやってみてください。テイクバックではですね、このように腕のですね、アームローテーションを使ってですね、この腕全体を回旋することで、フェースを開いて、いますよね。はい、それと同時に体の軸もですね、右足土踏まずこの線上に移行していっているのがわかると思います。このような感じで、はい、軸移動しております。はい、まあ、肘が、こうやって見ると、曲がっていて、非常にリラックスした、バックスイングですよね。はい、よく肘をですね、ここ、ピンピンに張ってですね、まっすぐまっすぐという意識を持って、スイングしている人がいると思うんですけれども、これはですね、もうトッププロのような、筋肉がないと、バックスイングの際にですね、体の重心が上へ上へこう逃げていってしまいますので、あまりそれは真似しない方がいいですね。重心が上がってしまうので。なので、スピース選手のようにですね、腕をもうリラックスしてもらって、腕、肘、全体をこう回すような形で、肘をこう最短距離で上げると、このようにこう重心の低いトップができますので、参考にしてみてください。
すごい重心が低いですよね、スピース選手のバックスイング。次にダウンスイングを見てみますと、先ほどのですね、右に行った軸を戻してこれなければならないので、この目標へのですね、スライド動作、このスライド動作によって、軸を正面に戻してくるんですね、このような形で。はい、まあ、これはいわゆるこのバンプと呼ばれる動きなんですけれども、バンプの動きはですね、このような形で左の骨盤をですね、こちらにこう移行させてくるような感じで、この左の壁ですね、これをもう壊していく形になります。このような形で骨盤がこう入ってきてますよね、外にこうせり出してくるような形で、はい。まあ、それと同時に左足もこのように踏み込んでいきます。まあ、そうすることでこの左の壁ができてですね、壁ができて一瞬だけこう体を止めるような動きとなりますので、まあ、そこで間ができて、ヘッドがビュッと走る動きになるんですね。はい。まあ、アマチュアの大半の方はですね、このバンプと同時に、クラブヘッドも一緒に降りてきてしまいますので、この時の、スイングの間がなくなってですね、体のねじり込むパワーが、使えないんですね。まあ、ステップドリルなんかで、スイングの順番をですね、確認してみましょう。まあ、もう一つですね、ダウンスイングでのヘッドの動きを、着目してみますと、ここですね、オープンフェイスから、この動きを見ますと、このような形でですね、ちょっと早くて分かりづらいかもしれませんが、このグリップエンドですね、このグリップエンドを支点として、このようにヘッドをですね、長い円弧で描くような形で振り下ろしていることが分かると思うんですけれども、まあ、そうすることで、インパクトで振り遅れることなくヘッドが走ってくれるようになりますので、ぜひアマチュアゴルファーに真似してほしいポイントですね。次に、インパクトの形をですね、見てみますと、このように、左の肘がですね、ここ左の肘が内を向いたまま、左手が、小屈している、こうですね、ことが分かると思います。この2点、そうすることで、やってみてもらうと分かるんですけれども、フェース面がですね、スクエアに戻ってきますので、振り遅れることなく、フェースが暴れることもなくですね、多少のこうためを保ちながら、まあ、要するにこうロフトが立った状態で、正確にこう球にヒットできるようになりますので、スライスに悩む人には、ぜひ試してほしい、動きではあります。それでこう打った後、このフォロースルーの、局面では、左肩がですね、こうやって挙上しながら、左腕の、アームローテーションを使わずにですね、ここ使わずに、左腕をこう抜いていく動きがあるんですけれども、使わずにこう抜いていく動き、はい、そうすることで、ダックフックなんかの、この急に左に曲がっていくミスを、限りなくこうゼロにしているんですね。まあ、そういった、これはまあ絶対に出ないっていう、こう球筋を決めておくと、コースマネジメントに大いに役に立ちますので、これも、個性的な強い選手に見られる、まあ、特徴かなと思います。ここですね、はい、独特なリズムでですね、他に類を見ないスイングの持ち主でしたが、非常に参考になるスイングのポイントも、いくつかありました。ぜひ皆様もですね、スピース選手の、スイングを切り取って自身の、ゴルフスイングにですね、取り込んでいきましょう。はい、これにて、スピース選手のスイング解析は終わりです。ワールドワイドゴルフのコーチの原千でした。最後までご視聴ありがとうございました。